グッデンタウン、クライネチャンネルへようこそ。普段は音楽や楽器にフォーカスして、チャンネルをお送りしておりますが、クライネハーモニーオーケストラはアマチュア奏者とプロ奏者で構成されています。よって本日はアマチュア奏者のプロフェッショナルな部分にフォーカスをし、クイズ形式でお送りいたします。ではまずアマチュア奏者に自己紹介をしてもらいましょう。名前、楽器、何のプロフェッショナルなのかを教えてください。まずは山口さん、お願いします。はい、山口です。船馬が、ホルンを吹いていますが、普段仕事は、ジェットエンジンの設計をしています。なのでジェットエンジンが私のプロフェッショナルです。かっけえ、ジェットエンジン、それ系の問題出されてわかんないですかっこいいですね。はい、続いて佐藤優斗くん、お願いします。はい、私こう見えて指揮者なんて言ってるんですけれども、普段はサラリーマンしてます。私の専門プロフェッショナルはラグジュアリー、いわゆる小売りとかの高級商材を扱っております。はい、それでは、今度は音楽家チームですね、自己紹介をお願いいたします。まずは団長のイー君、お願いします。はい、ただいまご紹介させていただきました団長のイー君です。普段はビオラ奏者をしています。よろしくお願いします。はい、では高木さん、お願いします。はい、こんにちは。バイオリンを弾いています、高木咲と言います。次回の演奏会ではコンサートミストレスを務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、では大木くん、お願いします。はい、こんにちは。チェロを弾いております、大木翔太です。いつも、このオーケストラでは主席のポジションを任されています。どうぞよろしくお願いします。今日は楽器プロチームも音楽の仕事をしていて感じるあるあるを問題にしてきてもらいました。絶対わかんない。なお問題は出題者の主観で難易度順に4問用意していただいてます。10点、20点、30点、40点ですね。はい、それではまず一番簡単な問題から、出題していきたいと思います。では山口さんの問題からいきます。第1問、10点の問題です。飛行機が離陸するときはテイクオフですが、着地して止まるためにブレーキだけではなくあることを2つしています。2つ、そのうち1つは主翼、主翼って翼ですね、主翼のスポイラーを用いた空気抵抗です。残りは何をして速度を落としているでしょうか。わかる。では皆さんお答えください。できました。皆さん準備よろしいでしょうか。はい、それでは同時にパネルを上げてください。はい、はい、どうだろう。あ、同じかな。あ、同じですね。同じですね。字がちっちゃいね。すいません。はい、では、回答を山口さんから解説をお願いします。はい、正解は、逆噴射スラストリバースです。もう一回言って。スラストなんですか。スラストリバース。それ知らない。そんな言い方あるんだ。よかった、10点です。回答はスラストリバース。逆噴射、逆噴射、逆噴射ですね。いや、よかった、これは知ってた。すごい、すごい、どっちも正解。10ポイントずつですね。続いて佐藤くん、ゆうとくんの問題です。受験問題、1問目です。昨今ファッション業界で求められている環境に配慮したものづくり、そのキーワードである持続可能なを意味する単語は何でしょうか。お答えください。やばい、音楽チームペン動いてない。頑張れ。よく聞いてると思う、最近。CM とかで。うちの会社の持続可能な。ちょっと。いいね。何か。持続可能な。
それだって俺もそれだと思う。それっぽい気がする。書き直す。何か言ってる人いる。はい、皆さん回答 OK ですか？はい、ではパネルお願いします。サステイナブル、はい、それは SDGs。 SDGs 正解は、はい、サステナブル。こっち、これが正解です。サステナビリティとかサステナブルって最近よく聞きませんか？あのお洋服って今までずっとこう捨ててた、作ったら捨てたっていうのがファッション業界とかって、まあ、ファッションショーして毎年新しいお洋服作ってるけど、それをまあ廃棄することもあったっていうのがまあ良くないよねっていうので、いやもう一回ちょっと地球に優しいね、環境のためを思ったっていうので、最近これがキーワードになっています。はい、はい、それでは今度は音楽家チームから出題になります。はい、はい、準備よろしいでしょうか？はい、1問目です。10点問題です。僕ら音楽家は現場に入るときに時間にかかわらずある挨拶をします。それは何というでしょうか？どうぞお答えください。さらさらと書いてます。だって問題の途中から書いてますもん、うん、早いですね、回答ね。優しい、うん、優しい、優しい。よかった、なんかそれをなんか何語で言えとかって言われなくてよかった。はい、では回答パネルをお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、正解です。正解です。要はこのぐらいの、今夕方の夜6時半ぐらいですが、このぐらいからの現場の時でもおはようございます。では続いて、20点問題始まります。まずは山口さんの問題からです。はい、飛行機はたくさん燃料を積んでいます。その燃料はケロシンと呼ばれている灯油に似たジェット燃料が使われていますが、機体のどこに積まれているでしょうか？お答えください。嘘でしょ、感じが来ないじゃん。はい、回答揃いましたね。それでは同時にパネルをお願いします。はい、なんて書いた？主翼の内部。主翼、あ、僕翼、両翼合ってるんじゃない？合ってる、じゃあ、はい、じゃあ山口さんから回答と解説をお願いします。はい、残念、正解です。残念ですよ。合ってます。よかった。翼の中に入ってます。で、まあ、飛行機空通ると、まあ、すごい寒いところと思います。マイナス50度ぐらいの、ところを飛ぶので、翼の中の燃料が凍っちゃう。まあ、凍りはしないんですけども、すごい冷え冷えになってしまうんですね。で、その代わりにエンジンすぐあちちになってるんで、エンジンの、まあ、中で取ってるオイルと、翼の中の冷え冷えになっている、なんだっけ、ジェット燃料で熱交換をして、でちょっと燃料を温めて、なおかつエンジンのエンジンオイル、これを冷却しているというのも、入っています。すげえ、うまくできてんだろうな。それでは、次ゆうとくんの第2問、20点問題です。11月13日に9年ぶりにユニクロとコラボしたことで有名な女性のデザイナーはどなたでしょうか？はい、今年、昨日です。昨日超ツイッターに上がってました。なんなら朝銀座並んでました。はい、ではお宅様、銀座飛んでるんだ。見た、やっぱり当時じゃないね、これ。さあ、誰でしょう？え、女性のデザイナー、ちょっと、もしもし、ありますね。ぜひ誰でもいいので書いてください。日本人の方、いえ、ドイツ人です。書いてください。ドイツ人、はい、はい、お願いします。では回答パネルをお願いします。誰書いた？山口さんの、すごい、山口さんの答えがやばいですね。でも、そうね、
ドイツ人です。そうかもしれない。クララ・シューマンっていうのもなかなかおつな答えなんで。ユニクロとコラボも。だとしたら絶対知ってるじゃん。知ってる知ってる。はい。残念。不正解です。では佐藤くん、ゆうとくんから、はい、解説お願いします。はい、正解はジルサンダーです。聞いたことある、うん、ジルサンダー言ってた。ドイツ人の今ね、もう70歳ぐらいかな、女性のデザイナーで、ものすごく、まあ、正直僕もファッションの業界入っていくからっていうのあったけれども、またここ数年ものすごい盛り上がり見せてきていて、うん、で9年ぶりに昨日、まあ、あの撮影日11月の14日なんですけど、13日の昨日、コラボ製品が発売されて銀座すごい列ができたっていう、ね、はい、では続いて音楽家チームの第2問20点問題いきます。弦楽器の弦の芯に使われている材質は3種類ありますが、その3種類を答えてください。ちょっと待って、そんな勘だっけはノータッチかなって思いましたね。お、弦楽奏者なのに、しまいこれ。はい、はい、ではパネルをお願いします。やばいのがあります。おお、なるほど。スチールナイロン。あ、ナイロンだ。やばい、イントって書いちゃった。山口さん正解です。スチール、ナイロン、ガット、時代としては一番初めに出てきたのはガット弦です。テニスとかね、バドミントンのラケットに貼ってあるガットと、まあ、同じようなもの、羊の腸を伸ばして、それを弾いていた、まあ、生ガットと言われるやつです。で、その次にできてきたのがスチール弦で、もうそれも金属と同じように伸ばして、あ、金属じゃねえ、ガットと同じように伸ばして使っていました。ただどちらも、天候に左右されるとか、気温に左右されるということが、問題視されて、できてきたのが、ナイロン弦です。これはあまり、天気、湿度、気温関わらず、使えるとやべいうことで、それぞれ、発生をしています。まあ、ナイロンが一番新しいんですが、プレイヤーによって、どの種類の弦が好きっていうのは全然違うので、みんな好きな弦を使っています。ちなみに多分ね、ベースはナイロン弦あんまないかもしれない。ない、だからスチールとバットしか知らなかったでしょ、うん、そう、それはだから糸って書いてあった。それはね、仕方ないと思う。すいません。知られている大学の名称をお答えください。今日そこすごいっすね。めっちゃ